これもミックス。すごっ。すごい。やべやべ。何何。これはやばい。シルバーが。やばい。すごいすごい。やっぱり本当高いんで後悔してほしくないですよ。うん、ああ。これもミックス。お肉好きなの。ラブです。ラブです。そうな、ちょっとミックスはその見せてほしいよね。皆さんすごいかって。興奮、たけさんも興奮。まあ、俺がどうぞどうぞ。俺たちの会社だよ。いいですか。失礼します。すごっ。すごい。だってミックスじゃないんでしょ。これも今販売やってたの。いや、やってないです。趣味で。趣味でこれ集めて。集めてもうやり始めた理由があって。はい。お店に行くと。こんだけないんですよ。置いてなくて注文になっちゃうんですよ、うん、はい、やっぱ見ずに注文して半年1年後に商品が来るんで、うん、あれっていうのもあると思う。自分のイメージと違うものが、うん、なので僕がここに今置いてあるのは全部売り物じゃないんですよ。どういうこと？これ全部展示品なんですよ。あ、全然分かんない。これが欲しいって言われれば、うん、この裏から出す。ここ減らないんですよ。あ、ここはね、これ限定品なんですよ。こういう赤いので、それがもう使う使うは別として。そうです。で、僕は個人とか集めてたんで、使わず飾って楽しむ。マジ？ミックスのポイントカードを貯めると、うん、これもらえるんだ。もうすごいファンすぎる。ファンすぎる。目がキラキラしてる。俺今やっとポイントカード半分貯まったの。もう半分貯めればもらえるんですよ。ランクがあるんですけど、うん、で一番後ろが5枚貯まると次このシルバーに行けるんですけど。あ、黒からシルバーになって、シルバー5枚いくと次このプラチナっていう。これは、うん、これでこれが最後の、これをもうフルマックスになったら、そしたらこの名前入りと番号入りの。あ、すごいすごい。しかも1番じゃない？1番です。おお、すごい。1番やん。あ、ということは全国で一番最初にもらった人。そうです。うそ、はい、でこのポイントカード最近貯め始めたんですよ、うん、今まではそのウェブで神田工務店さん発注かけて買った、うん、神田工務店からなの。ミックスで多分、うん、一番有名なお店って言ってもいいぐらいの。そうです、本当に。 あるんだ。でもウェブだとポイントカードがつかなくて、それを知らなかったんですよ僕。あ、そういうこと。めっちゃ後悔してるよ。あの、いつもの動画の倍ぐらい喋ってくれてる。喋るやん、お前。最初からこのお店で買ってれば、多分俺もシルバーぐらいまでは頑張ってた。こっち喋っとってもこっちずっと語ってくるから。すごい今日。みんなすごいよ今日。いや、ね、その、まあ、ナンバー2だね、社員に。はい、社員です。で会社は何やられてますか？まあ、もしよかったらちょっと宣伝やります。エアコンの工事、はい、をやってて、はい、そのエアコンの現場にもつけていくんで、みんな。お、授業じゃもうニックス以外考えられないんだ。やっぱただでも、値段が高いんですよ。あ、そうなん。値段が、ニックスさんが。例えば、うん、この黒い袋1個で、うんうん、大体3万円とか。え、これだけで、はい、あ、そうでしょ。本当です。高いわそれ。嘘。で、普段普通のやつはいくらぐらいするんですか？一般的には高くて3000とか。え、倍？10倍？なんでなんで？ただその素材とやっぱり長持ちするっていうのが。そのビニールの匂いだよ。これ持ってもらった。触っていいか？ちょっと手袋かなんかしゃべっちゃう。した方がいいよ絶対。軽いんですよ。あとびっくりする。あ、本当だ。めちゃめちゃ軽いです。こういうふうにはなってないよね。確かにこういう金物にはなってないよね。だけどこれに2万7000円出せるな。でこの金物も選べる。別なんですよ。別売りなんですよ。こうやってそっちに。え、袋と別ってことですか？いや、もともとのオリジナルは普通の銀色なんですよ。これアルミのやつだと思うんですけど。これが3000円とか。え、この金具だけで3000円。あっちで7000円ぐらい。あ、アルミ？あ、大きいから。これいくらするの？これ1個で12,000円とか。これ何？これ何？これ工具差し。ちょっと触ってもいい？あ、全然触ってください。あ、しっかりしてる。これ軽いな、確かに。布の間にプレートが入ってる。ここにチタンが入ってる。あ、これチタンなんだ。チタンのメガネとか高いもんね。キラキラ。そんなの使ってんの？もうやめろ、これやめろ。その分長持ちもするんで。長持ちします。あ、そう。この店をやるんだ。趣味が高じて。そうです。これだけの専門店を。これしか売らない。すごいな、これでも。これいくらするの、これだ。これも何？ニックス？そうです、ニックスの。これも？そうです。これも？それもです。あ、マジで？俺、上半身を回した。は？ハンガーもニックス。え？これ、
ハンガー？うわー、ハンガーで3枚ですよ。ちょっと外してみる、これ。ちょっと上から。ちょっと、はい。もう、どうなんだろう、わからんわ。ちょっと、デブすぎて回ってないんですけど。でも、すごい。やってみたいね。どれぐらいがいいんだ。じゃあ、取りますか。余計に。30、40ぐらいだと思います。そんなに？おぉ、これは軽いよ。本当だ、これついてないと材料が全然辛い、本当だすごい、なんか絞られとるやん、ありますね、でもすごい、すごい軽っ、そういうことね、軽いんだ、外すの大変そうですけど止めてもらえますこれ自分たちで使ってないですね、すごい、こっちも統一感が、好きなんだ、ラブですラブです愛だ、愛でも結構すごいでしょ、ほんま、はい、すごいですね、でも緑で統一だ。そうですね。かっけえ。これも全部限定だ。ミックスの最初の人が、そうですね。あのお金がリーズなんで。あ、この辺は安いんだ。そうです。これでいくらぐらいするの？この辺でだいたい4、5000円ぐらいですね。あ、まあ、それじゃリーズなんだ。それちゃんと買える。そうです。なんだ。本当にニックスさん入りたての人が手を出しやすくなってる。そうだよな。ニックスデビューだよな。どんどん昔のリーズなんだ。やべえ、やべえ。何これはやばい、シルバーがこれはやばい、何がどうやばい、あの詳しくは説明できないけど、とりあえずやばい、とりあえずやばい、ギャルやん、やばいしか言わないでも3個しかない、え、このように3個しかない、そうそうです、これはやばい、すごい、あっちの緑が1個しかない、うん、そうそう、これここしかないです、え、これはこのように1個ですか、1個しかないです、いくらすんのこれ、いや、もうこれ値段がつけられる、マジ、はい、今までずっとそのニックと社長が持ってた、うん、あ、社長が持ってたの、そうです、そうです、まあ、売ってまったな、ここに置いた方がいい、うわすごい、絶対これも置くもんだ、で、これニックス好きすごい大興奮なんじゃない、ましてや、ましてやね、もうすごい、こっちにいたわ、好きな色が緑なんだ、おお肉がね、やばい、すごいすごいすごい、ちかちか、おお好きなんだね、僕前これ使ってたのかな、青、この青がを使ってて、うん、でこの緑出ないかなとかって思ってたんですよ、うん、あ緑好きだから、はい、でも緑出ないなーとかって思ってて、うん、今ここに来て緑あるやろ、ね、ではこの世には売られてない、この世にはもう販売してないんだ、販売してないですか、でもこんだけ揃っとるとこないんだ、小田原さんとか行って、うん、黒と、まあ、この目のこの色だけがちょこっと置いてあるぐらい、でもなんか大体1点、2点、3点ぐらい置いてあるところで、ああ品揃えまあいい方だなって思う、マジ、帯とかも全部、もともとはついてないんですよ、こういうふうに、こういうのをつけれるんです、補強で、また別途になるんですけど、金額は、うん、こういうのとか、あ、そういうことね、紐がついてる製品とついてない製品、そうです、分かれてるんじゃなくて、注文、ここでもできるの、対応するの、します、で、ここはちょっと変わってて、うん、基本的にこの革紐巻きは売ってないんですよ、だけど在庫を取るので、うん、来てあればすぐ買います、今頼むと半年から1年待ちなんですよ、マジ？それがもう自分の欲しい色が在庫であれば、うん、すぐにもこの場で。目に見て変えるっていうのがいいんじゃない？色の組み合わせとかも。目に見て変え、ちょっと静かにしてください。すごい。すごい。どうするの？これ店やったら現場出なくなっちゃう。そうですね。好きなんでしょうがないです。好きなんで。でもなんか売れそうだよね。いや熱狂的ファンは絶対ここ集まる。マスターでもいいですか？ちょっと待ってください。お前の今日の人気半端ない。多分ずっと歯見えてるよ。熱狂ファンじゃなくても集まりそうじゃないですか。だよな。だってここに来たら絶対買えるっていうか、そうそうそう、まあ買えるものが多いし見えるから絶対。見に来るけどいいよね。もう全然いいです。遊びにちょっとあのニックスがまだ好きじゃないけど、はい、興味があったよっていう人も、はい、全然いいですね。なんか普通に本当にお店より展示会って感じだもんね。展示だよな、ここはもう展示レベル、すごいね、そのニックスが何がすごいの、やっぱパンって力が、
目立てるんで、うん、目立ちたいが一番なんだ、うん、やっぱ目立ちたいんでつけたんですね。あ、かっこいいやこれみたいな。あ、でみんなも言ってくるの、ニックスだよね、ニックスやんみたいな、あ、そうだよみたいな感じになります。あ、マジ、あ、これは高い。これがあの昔の昔のやつ、昔のやつ一番最初の頃とか、うん、もうおしゃべりなんだよ笑われてるからね、まだね、おじいさんたちには。めっちゃ詳しいですからねそれ最初に出会ったきっかけはなんだ、どっかで職人さんみたいな。あ、すごいっていう、そういうことね、お店とかで見るんじゃなくて、もともとかにこの展示しとったのはもう一瞬でこれが集まったの。そうです、店やるって決まってる前からもこれ買っとったの。ありました。ファンのグッズ集めと一緒だよね。そうだよね。だから3月の19日8だった。18日にオープン。まあ、住所とかこれねとか小町だね、簡単に言うと、ね、ここの住所でいいですもんね。はい、うん、でまあ3月の25日5何曜日、土曜日、土曜日ね、はい、土曜日になんかイベントをやるんだよね。そうですね、インスタとか結構有名な子とか、はい、面白い子が来るから来てから俺らも一緒に撮影行きましょうみたいな、はい、なってるから、我こそはニックス好きって全部から集まったら面白いよね。面白いと思います。視聴者なんか会いに来ましたみたいなのは、はい、禁止で、ニックス1個絶対持っとることがルールにしよっか。もう最悪ニックス1個持てなかったら入れ墨でニックスって言うだろう。そうそう、それだけと足場さんからは僕だけで、お前仕事もめっちゃ楽しみじゃない。おるの、この18日中から。あ、もう、ま、ちゃんといます。ちゃんといますって、ちゃんと現場出た方がいいよ。いや、出ないよ、社長でしょ。いや、どういうの、現場よりやっぱこっちですね。大阪、東京はやっぱ盛り上がってるんですよ。愛知県はやっぱないんですよ。あ、本当。あ、もうで愛知県盛り上がってないんだ。そうです。で、盛り上げたいっていうのもあるんで、どうしても。じゃあ、ユキューとは考えとる？元全国展開してみたいなとか。そうですね。やっぱミックス僕は盛り上げたいんで、うんうん、はい、できれば。すごい。この品揃えはすごい。うん、これなんて最初は商売のために行ったわけじゃないでしょ。じゃないです。本当に死ぬほどミックスが好きで。そうです、ね。ってことはもうミックスのこと聞いたら、これどうなんですか、こうなんですかって聞いたら、わからなかったらもう現物出してこう。それできるがでかいね。フォルダー1個でも、うん、その職業の職人さんによって使い方が違うんで、どれが僕向いてますかって言われるのも、だから逆にお客さんに教えてもらうこともまだ多いかもしれない。そうか、はい、逆に店を開いて、そうです、旅の人とかに、うん、これはどうなのっていう、ああ、いろいろ話も聞きたいわけだ。そうです、聞きたいです。いろんな職種で好きな人が集まるんで、やっぱり、うんうんうん、もうリックス好きが集まるんです。すごい、思いがすごい。すごい、すごい。で、途中もとかやるの？やらない。とりあえず今のところはやらない。基本的には、はい、基本的にはもう来てくれよと。来てほしいです。やっぱり気に入ったものを手に取って、まあ、現物見てほしいってことだよね。そういうことだな。まあ、すごいね。普通もう俺もつい買えるけど、途中までも何でもいいっすよーって。どんどん買ってくださいって言っちゃうけど、もうそういう思いじゃないんだ。やっぱり本当高いんで、もう返してほしくないですよ。半年して待ってきて、うん、開けて、うん、あれこんなんだったっけって、ちっちゃかったな。そう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 。あ、俺も失敗したもんだって。あ、そう。あ、俺の職種ではこれは違うなとか。あ、うん、ちなみにこれはそのブラックとかのカードはこれ発行してもらえるの？できるようにします。熱い思いが伝わる。すごい、多分この YouTube から見る人も多分伝わるぐらい熱いと思う。そうね。もう一回、3月18日。はい、オープン。オープンで25日、我こそは。っていうか、まあ、ニックスが好きなんだね。まあ、それか、まあ、18日から25日までに来て、1個買ってくれよね。そうですね。来てくれないと、ピコハンプレゼントしようか、じゃあ、俺は。サイン入りピコハン、ぜひ持ってきます。はい。50個ぐらい持ってこうか、じゃあ。そうですね。塗り替え道場見てきましたって言ってくれた人ってこと。ああ、そうだね。うん、まあ、ぜひ来てください。はい、お願いします。お願いします。お願いします。はい。せーの、まるでーす。